はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていきたいと思います。まあウォルターガンダムと戦った後にですね、まあ、デビルガンダム研究所があるということなので、まあ、そこを目指していきたいと思います。じゃあこのまま進んでいきましょう。もうそろそろ敵が出そうだけど、ここは何にもなさそう。とりあえず攻撃いいか。あ、ミスったー。ユニコーンミスるとな。うん、こっちっぽいっすね。扉がある、行ってみよう。こここそ何にもない部屋だし。お、これは他のエリアに行けますね。おお、地下研究所に戻った。あれまた他のエリア。ああ、地下2階、地下2階に着いたぞ。こっちのエレベーターはさらに下の階へ行けるようだな。んじゃ俺たち別動隊は下から攻めるぜ。え、行けない？地下3階は別動隊に任せよう。うん、地下2階の捜索っすね。こっちは？ん？なんだ？そのまま進めるか。お、ここはなんかありそうだけど、ここからは通れないようだ。あ、ここ繋がった感じかな、地図を見ると。するとこっちか。何か落ちている。監視カメラの残骸だ。何者かが破壊したようだ。それだけ。あー、急中継ポイント。ピクシスゾディアーツ、めんどくさいやつだ。中継地点があるからどんどん技使っていけばよかったかな。じゃあ一旦回復と。ん？ここの先も結構続いてそうな感じがするけど。見つけたぞ、侵入者だ。ち、いや待て、こいつらはヒーローどもだ。侵入者は他に？ああ、監視カメラを破壊した者がどこかにいるはずだ。だからといってヒーローども、貴様らを見逃す理由にはならない。ウォルターガンダムには勝ったようだが、我々はそうはいかんぞ。ベルガタラスとウォルターガンダムだったらウォルターガンダムの方が強そうなんだけど。手下を従えてますね。とりあえずデナンゾーンはなんか普通に倒せそうだから、一旦全体攻撃を撒いて、倒せるかな。でー、おお、うん、そうっすね。よし、まだいけますね。モビルスーツ弱点とかあんのかな。まあいいや、普通にマシンキャノンで。で、アンクを使いましょう。ビームゼロスパイク、一応ドラゴンウィングも使ってみるか。そうか、これ物理攻撃が上がるから物理攻撃で攻めないともったいない。調整。これ物理でしょ。ちょっと回復に入りましょう。ってことはもう普通に、あ、メテオを使ってラッシュゲージを上げないと。まあ強い
ドラゴヘルクローでいくか。ショットランサー強いんだよな、やっぱりな。死んだ。てか早い。こいつはちょっと復活キットで回復させるか。で、自分にヒールをかけよう。ビームシールド。うわー、デランゾーンが来た。うん、まあいいや。まだちょっとアンクの物理アップが効いてるからな。こいつをどうしよう。ディフェンスしかない。あ、ドラゴヘルクロエネルギー攻撃だった。よし、とりあえず持ち直したな。ヘビーマシンガンは弱い。これで物理が切れるな。うん。で、ちょっと周りのやつらを倒しますか。ガトリングを巻いて、ウルトラマンね。ちょっとメテオを使ってゲージ上げをしますか。やばい、ショットランサー。オッケー、よーし、ここで攻めるか。ラッシュにゴー。爆熱ゴッドフィンガー。ヒーロー死んだから使えない。ビームマグナム連射しよう。ファイナルウルティメイトゼロ。そうだ、これ一旦貯めなきゃいけないから。ちょっと待って。ってことは考えよう。ガンダムウルトラコンボでゼロとやって、でこいつはもうビームマグナムぶっ放して、で、こいつはストライクドラゴンと。ほい、いくぜ。お前と遊んでいる暇はない。そりゃー、ガールナイザーバスター。ほらー、1199ひるんだ。ビームマグナムを使う。はいなくなれよ。あとちょっとだな。爆熱ゴッドフィンガーのガンダムウルトラコンボでいいや。ほいっと。まあ中ボスクラスっていう感じでしたね。よし、ユニコーンレベルアップ。ベルガダラス、ベルガダラスはここでおしまいか。やった。しかし気になることを言っていたな。他に侵入者がいると。回復させにちょっと戻りましょう。近いんで。これこっちから行くと単にそうっすね、回るだけっすね。一応ボス倒したんでセーブをしておきます。ベルガダラスは倒したけど、ベルガギロスはまだ生きてますよね。ダギールスどうしたっけ。なんか忘れちゃった。ここら辺のネバー関係が。おっと、ピクシスゾディアーツがいる。エネルギーであれば大丈夫だから。そう、このダウジングホーンっすよね。で、あとはゴリ押すと。お、ウィザードアップ。
ん？なんだ？ん？今一瞬暗くなったな。おお、電球が切れる。まただ。電圧が不安定なのかもしれないな。あ、そういうことね。ピクシスゾディアツはもう本当にめんどくさいね。こっち。そろそろいろいろやっぱり属性を考えないといけない時期になってきましたね。メンバー編集も。とりあえず初期メンバーもみんな物理の殴りですからね。ユニコーンはエネルギーの残光撃。こっちは何にもないか。これは強引に押しましょう。あれ、4人がかりじゃないとダメ。ちょっと回復をします。ヒールレイン2回打つか。ユニコーンはもうだいぶ SP 高いですからね。これは単にこっち側は意味ないかな。あ、でも扉2つあるな。あ、宝箱。おっと、バックアタック。いてこいつ結構攻撃力高いよな。ちょっと全体攻撃を打つか。お、アングロス手に入れましたね。アングロスって左の敵だったのか右の敵だったのか分かんないですけど。ここはまだ大丈夫かな。お、デスアーミーがいる。デスアーミー、確かデビルガンダムの手先だったな。ああ、こいつがいるってことはここはすでにデビルガンダムの研究エリアだな。おっと、はあ、た、見事だな。デスアーミーは物量で仕掛けてくる。一匹ならいいが大群できたら厄介だ。そろそろデスアーミーが出てくるってこと？敵で。信じるんだ、自分のなすべきと思ったこと。特に出てこないですね。普通に攻撃するか。こいつヒットポイント高いな。複雑だ。なんもない。おっと、ライダーはピンチだけど大丈夫。ゴッドガンダムはちょっと SP が低いっすね。ライフキット1個使うか。そしてヒールレイン。うん、ここも何にもない部屋だ。どっちだ、そうするとこっちか。どうする、めんどくさいな。まあ SP 使えば効率よく倒せますけども、ゴッド32しかないし。またデスアーミー、またデスアーミーか。
また一匹だけか？なら大したことないだろう。そうだな。行くぞ。はあ。ターン。ふん、余裕だな。ったく、雑魚のくせに邪魔しやがって。さっさと行くぞ。その時、背後から何者かの攻撃を受けた。うわあ。だったらだ。ひゃっはー。デスアーミーは大鳥だ。騙されたな。貴様はネロスガンダム。はっはー、そうだ、俺はネロスガンダム。ヒーローども、お前らは地獄送りだ。うわー、くっ、こりゃやばいな。ほんとこいつらやべえな。すぐピンチになる。ひゃっはっはー、くらえ、必殺銀色の足。うわー、甘いぞヒーローたち。くわ、誰だ。どんな相手であろうとも気を抜いては死を招くぞ。あんたはシュピーゲル。シュピーゲル、はった、ふん。くわ、どうしたネロスガンダム。は、早い。ふん、今だヒーローたち、こいつを倒すんだ。うん、指図されましたね。お、でもファーストアタックにしてくれた、ありがとうございます。ちょっと SP 減ってるけど、またアンクを使いましょう。で、エネルギーだ、ダメだからメテオでいいか。そしてこいつはドラゴンウィング、くらえ。うん、強い。こいつはトンファー。あ、トンファーエネルギーじゃん。マジか、バルカンディア。くらえ、強いな、やっぱりバルカン弱えな。おっと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 、よし、1使える、使おう。バグネット・ゴッドフィンガー、ちょっとこいつは回復させよう。ライジングガンダムで、どれがいいんだ。ウルトラゼロキックか。でこいつはまあドラゴウィングで、よし。あー、いてー。うん、やっぱ攻撃力上がってますね。おー、つえーつえー。ディフェンスディフェンスディフェンスでヒールで回復させよう。黄色なし、普通だな。俺はまだ回復した。飛べる。こいつはこのまま攻撃でいいか。でウルトラマンが回復して、こいつは攻撃と。うわー、SP が減ってる。いてててて。そうか、遅いんだウルトラマン行動が。アンクを使う、アンクじゃねえや、メテを使ってあげて。ドラゴヘルクロあと1回しか使えないよ。黄色なし、アップね、食らったらユニコーン死んでたな。キャノン、ライジングで回復、メテオで、んー、どうしよう、ガードしとこう、死ぬとやだからな。よし、これでラッシュゲージが溜まったから、ここは押していきましょう。
よーし、行くぜ。爆熱ゴッドフィンガー、ユニコーンボ。こいつそうだよな、ゼロ外そっかな。ファイナルウルティメイトゼロなんか使いづらい。ちょっとウルトラマンこいつ倒したら交換します。ということでこいつは普通に、何しようかな。ミラクルゼロスラッガー、敵全体か。そうするとガルネートバスターがいいな。ファイアドラゴン、ほいっと。やばい、死ぬ、あぶねネロスガンダム手に入れた。ってことはネロスはもう出てこないのか。まあどうせ DG 細胞に侵されてるからデビルガンダム四天王で出てきそうだけど。ガーン、危なかったな。すまないシュピーゲル、助かったよ。気をつけるんだな。けど驚いたぜ、あんたもこっちに来てるとは。ああ、すぐにネバーに捕まってしまったがな。しかしエルスの暴走のおかげで脱出できた。今はデビルガンダムの調査のために隠密で動いている。そうだったのか。それにしてもこんな敵の施設内でよく隠れて行動できるな。ふん、ゲルマン忍法のなせる技さ。もしかして我々がノーベルガンダムと戦った時、脱出のために扉を破壊したのは私だ。では監視カメラを壊したのは、それも私だ。お前なかなか使えるやつだな。修行の賜物だが、ここからはお前たちの力を借りたい。実は生体ユニット候補のウルトラマンティカがこの先の独房に囚われているんだ。ああ、知っている、俺たちもその情報をもとにここへ来た。そうか、ならば話が早い。実は私はすでに独房の鍵も手に入れている。すげえなシュピーゲル。何、さすがだな。だが独房の周囲にはデスアーミーの大軍がいる。体力を消耗したティガを連れてその中を逃げ帰るのは困難だ。そこでだ、私がおとりになりデスアーミーたちを引きつける。その隙にお前たちがティガを救出してほしい。なるほど、いい考えだ。やってくれるか。もちろんだ、我々もティガを救出するのが目的だ。ありがとう、では鍵を渡しておこう。ありがとうございます。その時通路の照明が一瞬暗くなった。ん？まただ。ああ、さっきから時々ある。膨大な電力を使う実験でもしているのかもしれない。よし、では独房の付近まで一緒に行こう。大脱走、囚われのティガと言いつつ、ちょっと回復と、ウルトラマンを買いに行きます。はい、というところで、じゃあ今回はここで一旦終了して、まあちょっとウルトラマンゼロのねヒーロー技が使いづらいんで変えようと思います。まあ次回はその先また独房に進んでいきたいと思いますので、今回はこれで終了します。